心不全や脳梗塞を予防する事業を強化します日本人の死因で2番目に多い心疾患の早期発見につなげるためオムロンヘルスケアは日本で初めて血圧測定と同時に心電図を記録する血圧計を発売しましたスマホにダウンロードしたアプリを使って心電図の波形を解析すれば 心不全や心原性脳梗塞の原因となる心房細動の可能性を検出できるとしていますデータを一括管理し病院で医師に見てもらうこともでき2022年度には提携している調剤薬局など400店舗に導入する方針です